こんにちは。姫路の台所、姫路中央卸売市場から旬のスイカの情報をお届けいたします。前回に続きまして、今回お伝えしますのは、こちら、独り占めという小さなスイカ、小玉スイカですね。こちらのスイカの特徴は、以前紹介した大きなスイカに比べまして、糖度がこちらの方がより高いと言われています。だから正直こちらの方が好まれる方多いんじゃないかとは思うんですけども、ただこちらのスイカばかりがすごいいいわけじゃなくて、こちらの大きいスイカでもいいところがありまして、こちらは食感がいいと言われています。まあ、こちらの独り占めは糖度が高い分、まあ、多分しっかり熟されてるんじゃないでしょうか。その分ちょっと柔らかいので、こうシャキシャキしたスイカが食べたい方は大きいスイカ買われたらと思います。他にも特徴といたしまして、こちらのスイカ切るとよくわかるんですけども、皮の部分が薄いんですね。小さいスイカが切ってしまったら中身食べるとこ少ないんちゃうかなと思われるかもしれないですけど、皮が薄い分普通のスイカよりも食べれるとこがちょっと大きめになってます。だから皆さん安心して買われてくださいね。お願いいたします。で、まあ、皆さん見てわかる通り、こちらのスイカ大変ちっちゃいので、こう冷蔵庫にそのまましまいやすいです。皆さんこの大きいスイカだと、まあ、冷蔵庫入らへんいうことで、多分カットスイカぐらいしか買われへんっていう方多いと思うんですけども、これやったら丸々1個買えますので、でしかも、まあ、1人でも1人サイズで食べるにちょうどいいぐらいのサイズですので、誰か大事な方でお届け物として送られるとか、そういう使い方もいいと思います。今の時期ですと、このゴールデンウィークにその後の母の日、そのあたりで今会われない方が、コロナの中で会いに行けない方にお届け物としてプレゼントいかがでしょうか。では今からこの小さなスイカ独り占め、実際に切って試食してみようと思います。このスイカなんですけども、独り占めという名前はまあ見てわかる通り小さくてで美味しいから、誰にも分け与えたくない、自分のもんにしたいという気持ちもきっと込められていると思いますので、ちょっとでも僕一人でこれ食べてしまおうと思います。おっと危ない。おお、見てくださいこれ、めっちゃ皮薄いですね。こんな薄いものだとは知りませんでした僕ちょっとスイカが一人で大人食いうのはちょっと夢ですね。ちょっとした、いただきます。このままもうスプーンですくって食べていきたいと思います。すごい甘いですねこれ。僕独り占めって実は食べるの初めてなんですけど、今回正直びっくりしました。めっちゃ甘いです。うん、甘い。真ん中も甘いし、この端の方食べても今甘かったです。うん、真ん中から端までかなり均一な感じですね、甘さが。はい、大変満足です。こちらこのまま全部食べれてしまおうと思います。まあそれはちょっと画面の外でやらせていただきますので、まずはちょっとこちら糖度を測ってみたいと思います。はい、今回の小玉スイカ独り占め 11.7 度出ました。ここまで来るとやっぱりかなり甘いですね。もう一般的に12度が出ましたらとても甘いスイカだと言われてますので、まあ、ちょっと一歩及ばなかったですけども、かなり甘かったです。皆さん今回の動画をご紹介した熊本県産のスイカ、このゴールデンウィーク5月ぐらいがちょうどピークになりますので、ぜひ皆さん買って実際に食べてみてください。大変美味しいですよ。よろしくお願いいたします。